はい、どうもこんにちは。ちんぽんチャンネルです。今日も将棋の放送をやっていこうと思うんですが、今日出すのは詰将棋じゃなくてですね、次の一手を出題しようと思います。今この局面で7五に角がいますが、王手かけてますね。王手かかってるんですが、ここから先手がうまい逃げ方をすると一通りだけの正解で逃げれるっていう問題ですね。逃げ方間違えちゃうと詰んじゃうんですけど、唯一逃げ道がある問題です。はい。後手の持ち駒は金と桂馬ですね。それでは1分間考えてみてください。まあね、ちょっとだけ話すと、次に例えば歩を打ったりとかですね、こう逃げたりとか、はたまたまあ他の駒を打つとか、考えられるわけなんですけど、この局面でどれが正解か当ててください。どうですかね。まあそこそこ難しいとは思うんですよね。ツイッターではちょっと紹介したんですけど、ちょっと面白いと思うので今回は出題してみました。またね、詰将棋放送だったりね、ライブ配信っていうのも後々やっていこうかなと思うので、よろしくお願いします。チャンネル登録もね、してくれると嬉しいので、よろしくお願いします。じゃあそろそろ1分経ちますけど、いかがですかね。まずちょっと詰め筋を考えてみてください。じゃあ時間になりましたので回答に移りたいと思います。じゃあ正解なんですけど、はい、これが正解でした。ちょっとこれがなんで正解かをまず説明していこうと思います。はい、歩を受けたとき、これ失敗例ですね。失敗例の場合はこうやって打たれると玉が上がるしかなくってですね、まあ、これ詰んじゃうんですけど、こうされたらもう上がるしかないですね。こうするとね、7五に角がいるので王様逃げれる場所がないんですよね。じゃあ6四に玉が上がったらどうなるかなんですけど、その場合はね、手が早くなっちゃいますね。こんな感じでこれも詰んじゃいます。でもですね、この正解のこの桂馬を打つとですね、どうなるかっていうと、さっき、ここに銀打ってたと思うんですけど、今回桂馬なのでね、取ることができて逃げれますっていう問題ですね。なのでこの時点で詰まなくなります。唯一の正解手は6六桂馬打つです。まあ、以上ですね。ありがとうございます。また次の問題も出そうと思うので、次回もお楽しみください。それではご視聴ありがとうございました。また。